皆さんの声を生かした街を作りたいし、そして誰もが声を、ま、上げれることができる街を作りたい、宮沢圭介30歳です。無所属新人です。うちの親父は彫刻家、そして母親は音楽の先生、弟は八百屋、俺は30歳にしてまだ大学生、そんな家系だけど、熱い気持ちを持って皆さんの声を、一票一票の声を、一人一人の声を政策や政治に伝えていきたいという思いで、もうすぐ3月市会議員選挙があります。そこに、チャレンジする宮沢圭介です。今30歳無所属です。近い未来にあった僕らの答えが後悔ばかりのものだとしても責任なんかない、一つとして僕は言うだろう、お前のせい、何一つなしえない、失望ばか育った窮屈な檻に入れられてるみたい、何もかもが通り過ぎ、これは誰のせいだろう。これから先、自分たちがこの社会、この次の子供たち、俺たちの自分たちの子供たちの社会を支えるため、そして自分たちの親の世代を支えるため、一人でも多くが声を上げて、今こういった時期だからこそ、立ち上がって、この政策、政治の場、まちづくりに対して声を伝えるべきだと思っています。今声が聞こえると言ってくれという題名で歌ってくれた僕の友人向井義満、この歌が皆さんの声に、そして心に響いてくれればと思っております。元気があれば何でもできる、この言葉が僕は非常に似合う男だと思います。僕はあまり政治のことや、国政にも興味はありませんでした。よくある、もういい、俺が一票入れたって、俺が何か言ったって聞き入れられるわけじゃない、俺の一票なんて何かに響くわけではない、少数派は黙ってるだけだな、なんて思ってました。しかし宮沢圭介のこの行動、一連の活動や行動を見てて、ちょっと気持ちが変わりました。声を上げることは誰でもできます。まずは自ら、周りから、僕はできませんですが、宮沢圭介は大きく姿勢に声を上げようとしてます。18から23まで、まあ、サーフィンを通じて海外に行ったり来たりしながら生活しておりました。向こうで仕事もしてました。その仕事をする中で、私はその向こうで多くの環境破壊、人種差別、さまざまなものを見ました。実際に自分が住んでる街、そしてそこの町に溜まったゴミが海に流れ着いて、海岸が死滅してしまう、サンゴ礁が打ち上げられて、生物が生存できない町ができていきました。25、24、25で私は種子島に移り住み、環境負荷のない生活をしてみようと決意し、農業をしながら、種子島で生活してました。貯金じゃない、月収4万円で生活しました。家賃が1万5千円、焼酎が1万円、あとは何だろうな、酒の魚は海で取ってきて、貝殻を取ってきて、川行って川エビを取ってきて、それが自分の酒の魚でした。本当にお金がなくても生活できる空間があります。自然さえあれば本当は人間が生きていけるんです。自分たちの周り、この自分たちの周り、本当に土もないし、コンクリート、そしてアスファルト、大きな建物ばっかり、こればっか、こういう世界がどんどん広がっていって、本当の自然、私はもっと身近に感じられる街を作りたいです。私のようなこのチャランプランでも死を変えたいという気持ちは皆さんと同じです。それを行動に移すか移さないかです。それを今回、宮沢圭介30歳がこうして皆さんと代表として変えようとしてくれています。それをサポートしたいと思える自分のこの気持ち、初めてです。一人一人の思い、一人一人の考え、それが政治となって街を作っていきます。ありがとうございます。頑張ります。どうですか。頑張ります。頑張ります。宮沢圭介、30歳、無所属新人です。一人一人の声を、一人一人の思いを、そして政策として、街を作っていきます。私が、2300件、一件一件声を聞いて歩いてまいりました。自分の地元、その地域から始めました。一人一人声を聞いて、私は環境都市を作りたい。環境を次の子どもたちに残す街を作りたい。これは私の声です。しかし自分が聞
聞いたおじいちゃんおばあちゃんの声は、少ない年金でどうして生きていったらいいんだろう、なんとかしてほしい、そういった声も一つの政策となります。私たちの年代、仕事がない、これからどうしよう、子育て、教育をどうしよう、これからもっといいようにしてもらいたい、これも一つ一つの声が政策となります。皆さんの声を政策として街を作っていきます。そしてこの豊かな政令静岡で、今でこそ経済危機だと叫ばれておりますが、これから先、農業だ、食料とエネルギー、日本の食料自給率、皆さんご存知のように 40% いっておりません。そしてこの政令静岡、さらに下回っております。非常に食料自給率が低いこの静岡です。本当なら温暖な地域であって、自然豊かなこの地域、農業と、そして都市、町づくりを共同して作ることができるはずなんです。自分たちの食べるものは自分たちの地域のところで見えるものを食べる。そしてエネルギーもそうです。エネルギー自給率 4%、 ほとんどのエネルギーを海外から仕入れている現状、この静岡もそうです。ほとんどのエネルギーを外から持ってくる。本当はそういったことを私はしたいんです。エネルギーと食、そして税金も、物から人、そしてもう一つ、誰もが声を上げれる社会を私は作りたい。その3つをしたいと、これが私の声です。でも皆さんの声は色